名前はヤマトです。まずはほっとしました。生まれてきてくれて。エレベーターで最初子供だけが上がってきて泣いてたんで、元気な子が生まれてきたなと思いました。お父さんの達弘のヒロ、お父さんみたいに我慢強く優しい子に育ってほしいので。初めてと合わせた時は最初は不思議そうな感じだったんですけど、日にちが経つたびに帰ってきたらまず顔を見に行くような。大人になっても仲良く助け合いながら生きていってほしいです。